サンシルピス教会から左、こちらの道を行くと PFF メキャフェがあります。こっちが持ち帰りのブティックの方です。でカフェは右側こちらになります。入っていきます。ボンジュール。Les deux sont bien, donc c'est difficile à dire. Sinon, croissant. Croissant, c'est un peu. Comment dire ? C'est vraiment. Comment dire ? Normal. D'accord. Et pain au chocolat, j'aime bien, c'est. Non, c'est un pain au chocolat. D'accord. C'est vrai que vous êtes pour rester dans la terre, c'est assez simple également. Du coup, pourquoi pas croissant et sarron ? Croissant et sarron. Ouais, du coup, croissant et sarron. Un seul ? Ouais, un seul. Pour emporter ? Oui, pour emporter. Est-ce qu'il y a un café un peu limité? J'ai vu sur Instagram, il y a le café un peu sésame noir. Oui, on a un latte au sésame noir, on aura café noir. Ah, juste! D'accord, tant pis. Désolée. Non, c'est pas grave. Je me demande parce que c'était avant de l'été. Donc... Je m'en dis ça que ça ira. C'est bon? Parfait. Petit bisou, France. チャンネル登録よろしくお願いします。ピエール梅のパンオショコラピスタッシュとショコラショオレを買ってきました。最初ショコラオレを頼んでたら、店員さんがすごく濃いチョコレートだからちょっと試してみる、でその後そのショコラオレミルクを足すかどうかっていう提案をしてくれたので、そうしたら本当にねちょっとびっくりするぐらいチョコレートが濃かったので、私はミルク足してもらってショコラショオレにしてもらいました。なんかこの蓋は自分でカウンターから取って出すんですけど、中はこんな感じです。
多分ね、カフェオレとかにするとここにピエレルメの H のマークがつくミルクフォームを作ってくれると思うんですよね。それではいただきます。まずはこのショコラショーを一口。ショコラショーでもだいぶ濃いですね。甘すぎずチョコレート感しっかりっていう感じですね。美味しい。今日ちょっとね、血糖値を上げたくてカフェモカにしたかったんですけど、今日はショコラショーにしました。で、これこのパンオショコラ、中にパンオショコラだからショコラが入ってて、で上にピスタッシュのピスタチオの木層、なんていうの、小さいのがあるっていう感じですかね。これね、外カリカリのタイプですね。ちょっといただこう。いただきます。食べちゃいます。うん、ピスタッシュペーストとチョコレートが入ってますね。で、このピスタッシュのプチモフソーがカリカリでアクセントになってますね。美味しい。さっき聞こえました。結構カリカリタイプのしっかりした食べ応えあるんですけど、中はちゃんとふわふわになってて美味しい。うん、うん、美味しい。うん、やっぱり二口目ぐらいがチョコレート感があって美味しい。うん、ピスタチオの味すごいしてきた。これ美味しい。これね、おすすめです。で、なんかやっぱりピエレルメ行ったらケーキ食べたくなるんですけど、結構食べ応えあってお値段ちょっと張るんですけど、でも食べる価値ありですね。で、イスパハンのクロワッサンもすっごく美味しいです。これぜひお試しください。プティビズフォース。これがクロワッサンイスパハンです。これね、すっごく美味しいんですよ。びっくりするぐらいで、結構ボリュームがあって、お値段も持ち帰りで 2.5 とかだったかな、 2.5 ユーロとかだったと思います。確か、ちょっとまた確認しときますね。で、カフェで食べたり飲んだりとかするとお値段違うんですよ。で、このクロワッサンもカフェで食べようとすると 3.3 とかだったかな、 3.8 とかだったかな、ちょっと覚えてないんですけど、またビデオで確認したいと思います。では中の様子見たいですよね。中見ていきますね。外はお砂糖アイシングされてて、お砂糖とあとはセック、乾いたドライフランボワーズがついてます。で、中、結構ね、切るときもボリューム感感じるというか、結構ぎっしりめな感じですね。じゃーん。で、中はこんな感じです。なんかふんわりしてるんですけど、周りは結構がっちりしてて、まあお砂糖かかってるのでそれもあると思いますけど。で、ここ中にフランボワーズと、あとイスパハンなのでライチとローズですね、のクリームが入ってます。美味しそう。いただきます。うーん、美味しい。美味しい。すーごい美味しいんですよね。このさっきしっかりしてるって言った外がパリパリしてて、でお砂糖かかってるのでもちろん甘くて、もうこれだけで一個のケーキみたいな感じです。バターの香りとお砂糖の甘さとこのカリカリ具合でも、中はふんわりなんですよ。で、ピエールデメがよく番組とかで言ってるのは、大事にするのは一つの食感じゃなくて、ふんわり感と、あとコスティオンってよく言うんですけど、カリカリ感っていう、その二つの食感が大事っていうんですけど、もう本当にそれを再現したクロワッサンって感じです。これね、すっごい美味しいんですよ。ぜひフランスでクロワッサン食べたいっていう方はおすすめです。で、まだこれ
見ていただけるとわかると思うんですけど、あのフランボワーズのクリームの部分にたどり着いてないので、フランボワーズの部分食べていきます。イスパハンすでに食べたことある方ならわかると思うんですけど、ライチとフランボワーズが香ってきてて、でフランボワーズはそんなに酸っぱくないです。かといってすごいあのパンショコラみたいに甘いわけじゃないので、その代わりこの周りのここのお砂糖部分とか生地が甘いからっていう感じですかね。意外とさっぱり軽めの感じです。プティビズホース。それではこの動画がいいねと思ってもらえたらグッドボタンを、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは良い午後、バイバーイ。